じゃないかってぐらいの勢いなんだよ。いや、なぜ。え、奪った。本当に奪った。天才じゃん。天才せ。祝35周年ということでおめでとうございます。ドラクエとかゼルダとか、あとメトロイドとか悪魔女ドラキュラとかいろいろあんなきゃね、一個もやったことねえんだ。ごちょっと申し訳ない。だからごめん、そういう意味の愛情を、愛情とかそういうなんか思い出の作品とかっていう目的あったらない、マジで皆無なんだけど、とりあえずやっていこうかなって思う。あのね、なんだろう、選ばれてるステージとかがね、あのなんだろう、それもその35周年とかで選ばれたやつだばっかりなんだけど、なかなか癖が強いステージっていうかね、終点とか戦場とかしかやんない人間とかだったらマジ最悪のラインナップの可能性ある。そんぐらいね、結構し、いわゆるしんどいコースの構成がね多い気がする。あ、え、なんかめちゃめちゃやばいな。何気にこれやってるけどさ、ものすごいアドバンテージ取ってるよね。待たってん時もね、言葉に出すのも悩んじゃったぐらいだけどね。もう、え、もう、もう、負けることあんの、こっからっていう展開になっちまった。だったらもう、いっぱい暴走しようぜ。まず、ザラッキー。これは大丈夫。ザラッキー。はい！まずい。変なの起動したか。あ、俺じゃねえか。パルプンテ、ドーンウィン。パルプンテって大体外れが多いんだけどさ、なんかね、当たりが4つでさ、外れが7つあるんだよ、パルプンテって。それでもパルプンテってなんかね、振りたがるんだよな。まあ、巨大化っていうあれがあるからさ、もう振らざるを得ないというか、なんで俺がじゃれてんの？なんか負けず嫌いだったんだよな。許してわけねえな。ちょっと待ってくれ。これは漁夫の利作戦。お前、漁夫の利とかいう問題じゃなかったな、もう。うらっ！オッケー。まあまあまあ、半分漁夫みたいなもんやろ。で、あれはちょっと俺、救世だから取れないだろうな。待ってくれ。どうする？どうすんだ、お前。はめて、ベラストーバー、オッケー。まあ、まあ、漁夫でいいんじゃねえか。漁夫ってる、あー魔法カンタという反則コマンドを生かしきれなかったか。前回のこれはアイディアね。うわっ火力の押し売りって感じがする。いやね、この、あの、録画でもちょっとやったんだけど、普通に難しいよ。このトーナメント。あのね、もうね、ガノンの数が多すぎてね、他のキャラに人権ないんじゃないかってぐらいの勢いなんだよ。いや、なぜ。え？奪った。本当に奪った。天才じゃん。天才すぎた。ちょっと今のはさすがに、ちょっとごめん。天才すぎた。ちょっと申し訳ない。うっ。大丈夫、大丈夫。あばや爆発フィニッシュ。ちょっと強すぎんな。あれ、言わずにで取れんだ。ちょっと衝撃を覚えた。そしてこんなにスムーズに勝てることもなかなかねえからね、録画してる時にこういうの来てくれるとありがたいっていうのはね、切実にあるね。勇者が2人いるな。勇者が2人いるけど、ステージもメトロイドですよ。これもうメトロイド何でやっていけばいいんだろう。めっちゃ気分かんないけどな。あ、死んだかと思った、あいつ。ロボスマッシュしてこないか。そんな安易ではなかった。おお、そこで下スマッシュか。ほんで、まあ、分かったかな。下のあの3みたいなの弾けないきゃね。待ってくれ。あ、プレイ。ラストもらった。イオナズ打って、ヒオリムからの DA。ちょっと甘いか。自らを犠牲にした。まあ、分かったでしょ。まあ、分かったじゃ意味ねえよな。これ落ち際のギガでいいんでしょ。ツボ捉えたな。何？俺のイオナズ返せ。いやー、ここから、あいつすげえいい立場やな。あいつの立場に嫉妬するのは面白い。くそ、何してくれとんじゃねえ。アーマーの力よ、これが。待って、よし、まずチャージ、うえい、やられてくるのはちょっとあの勇者に完全に、勇者同士の戦いを制されてる気がする。だから私も、一矢報いてやった。え、プラス1だよな。待ってくれ。これは、大丈夫、大丈夫。誰も犠牲者が出ない状態で狙うとしたら、あ、そっちだよな。狙うけど結局あの勇者が取る展開はね、何にも美味しくない。優位取ってなんかね、倒せしてんのはサムスなんだけどね、倒してんのはサムスじゃないんだよな。もうストック性だったらいいけど、やっぱタイム性出すからね。まずい。うー、怖え。本当魔法の壺って書いてるこのアイテム、復帰弱者を殺すためにあるこのアイテム、マジでえげつないと思うわ。当てるしかねえわ。あ、いけ、よ
し間に合った。これガドンは行ったけど勇者行ったかな。多分当たってねえよな。ギリギリ死ぬと予想。オッケー、オッケー、おかわりでーす。おかわりちょっと拒否されちゃったな。うわー、この勇者やる。これもしや勇者同士のサロンですっていう展開あるんじゃないですか。あ、やべ、これが、そしてこれは、あー怖え、やってくるよね。くそくそ、チャージショットやっぱり分かってても受けらんねえ、怖え、まずい。あの空母に殺されてると思ったけどもうダメだ、ダメだ、このままじゃダメだ。一矢報いてやるぜ。どう、よし来た、プラス、プラスですよ。相対的にプラスってことはどう、サドン持ち込めたか、それとも勝ったか。ギリ、いやー勇者か、これ勇者が制したか。あ、ドイツ2位か。あ、ダメだ、全然勝ってねえわ。うわくそ、これでも勇者が優勝してるってことはもう実質これ俺の優勝では。ごまかせなかったか、優勝になんなかったか。何言ってんだろうな。目には目を、毒には毒を、ガノンにはガノンです。やっぱりガノンと思ったんだけど、ガノン2人の前に立ちふさがるやつら死んで、あべ、逆のガノン見てた。今右のガノン見てて、あれこいつ動かねえなとか思っちゃった。うなに、その位置で魔人剣とかバカめとか思った俺がバカだったようだな。やっぱりガノンなんですよ。これはここです。行くぜ、来い来い来い、来ね来ね。くそくそし、粘られ待ちだったか。これチャンスでは、歴史客、お、なんか歴史客今当たった感覚ないけど、俺のプラス2になってんな。あー全然美味しいよ、全然美味しいよ。ウィスマッシュ、ちょっとさすがにメテオ、メメメ、十分十分、かなりのアドバンテージ。来い、はい、魔人剣打ちたがりさんだな。あれは魔人剣打ちたがいさんは結局最終的には負けるんだよな。あーまずい、まずい、待ってくれー、間に合わない。これ、おっと、ギョフノリ、ギョフノリ、圧倒的ギョフノリ。あ、俺キルが溜まって、おいしい、打つしかねえ。ちょっと俺のキルだー、俺のじゃー、どげー、やばい、ちょっとガノン、これがあると本当にもう魔力がガノンの力に取られちゃうんだよな。誰狙う、狙うならサムスやろ。あ、俺だった、バカやな、バカしちゃって、バカバカ飲みじゃねえかよお前。それは危ない、ギリギリ当たる、当たんない、それちょうだい。うおっと、切り札、切り札なかなか切り札を当てるのがお下手くそな様子ですけどね。まあ十分なプラスでしょう。はい、まずい、これは、ウィービーチャンスで、俺、俺がやれるのか。それごといろいろよこせ。せい、ちょうだい、割れねえな、やっぱ、アドバンテージすげえ取ってるから。割れん、ちょっと、取れん。はい、うおあー俺のじゃー、ちょ、そんな一瞬で割れんのはちょっと、尺じゃないですか。俺のだぞ、俺の切り札がー、まずい、ギリギリ生き残る。これは力却、オープンで今俺まで巻き込まれたことだった。さすがにこれは覆すねんな。1回戦はちょうどいいのよ、1回戦は勝てんだけどね、ここから先だよな。なぜかこの圧倒的アドバンテージをね、最後もできないんだよね。もしかしてみんなこういう感じで勝ち上がってる説ある。それならしょうがねえ。そしてこれ下手したらガノン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 になるな。これ待って、ガノン待っておかしいだろこれ。うーん、困ったなって名前のやつがいる。マジでこれはえぐいな。ガノンが4人、違う、ガノンが3人。え、待って、これ16人のうちさ、1,2,3,4,5,6,7,8,9,10人ガノン、16分の10ガノン。何これ、ちょっともう胃もたれすごいんだよな塩分濃度というか、もう醤油を直飲み、ほぼ
ほぼ直飲みというかカルピスを全く溶かさないでやってるみたいな感じの飲み方してんだよな。あーステージももう普通のステージが選ばれないからさ、地獄よねほんと。結局は最後にバーストを持ってったもん勝ちだから、魔人剣振るのもありかもしれないよ。横スマッシュ、横スマッシュ。おなんか取った、来た、ツボ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 、あツボじゃない、ツボ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 、よしよし、俺も帰ってこいね。あ帰ってこいだ、帰ってこいだ、まだ俺にはツボが残っている、ツボが残っている、ツボ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 ツ。で俺はキルダが溜まってない、ギリギリ避けた、いやギリちょっと当たったか、あーもういいって、もういいって、どうする、くっそ、俺やめてー、狙うならあの2人に狙えばさ、あのさダメージ的にさ即死すんのにさ、うお1が1が、どうする、当たっていく3人、はーいやばいな今の、ちょっと勝てるかもしれないぐらい相当エグかった今の感じた一瞬の刹那のドーパミンは。これは下スマッシュか、狙われるよな、どう考えても。あら狙われる前にやる、やられる前にやるっていうのがガノンの怠慢なんですよ。どこにいんの俺、横スマッシュ待機、横スマッシュ、あー痛い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 、一瞬でなんか2回くらいしか食らってないんだけど、この横スマッシュが世紀末だよね、まさしく。うわ当たれ、へい来た、実質横スマより強力なアイテム拾っちゃった。あいつは切り札を吐いてしまった、まずい、俺がお膳立てしちゃったかもこれ、ひえ怖すぎるこれ地獄や、ツボがツボが悪さしてる、ツボが悪さしてる、どうする、ふっふっ掴んでおしまい、とどめのキックね、これ勝ったでしょ。オッケー、ガノン界のトップに立った男、絶対言っちゃいけない言葉プラス2で終わったな、圧倒的ガノンだった。またガノントーナメントだ、もう祝35周年シリーズ対抗戦じゃない、これはガノン対抗戦なんで。